喂，什么？怎就来着？什么？什么？怎就来着吗？哇哦！好的，じゃあスタートです。やばい、ユニバーサルスタジオが始まった。タピオカミルクティーユニバーサルスタジオで飲めるみたいよ。ちょっと行ってみましょうよ。はい、そんなわけで、めっちゃヒゲ。ヒゲ伸びちゃってごめんなさいね。剃る時間もないんですよ。というわけで、ユニバーサルスタジオジャパンで新メニューがあったんで、食べてみようと思います。まずは角煮ロック。角煮ロック。大きさこれぐらい。ね。550円でしたが、いかがでしょうかね。お味の方は。いただきます。うん。おう。うん、皮がふんわりパンみたいなふわっとって感じじゃなくて、台湾の夜市とかで雑に売ってる感じのしっかりとした噛み応えのある皮ですね、うん、で中の角煮も味付けがすごく醤油ベースっていうんですか、甘めの醤油ベースの味付けですごく美味しいです。うん、うん、うん、うまい。こういう細長い形状になってるんで、中の具材がねぎっしり詰まってて、どこからかじりついてもファーストバイトで必ず具材にたどり着くっていうのが好印象です。うん、うまい、うまい。550円とちょっと高めかなって思うけど、パーク内のフードと考えれば、まあ非常におすすめなんじゃないかなっていうふうに思います。問題はこれですよ。ついにユニバーサルスタジオが動いた。全10泣いちゃう全10泣いちゃう、全10泣いちゃう、ハオシャンジェニー。しっかりとね、蓋の閉じ方も台湾チックです。こうね、ぴったりとシールするタイプの蓋ですね。うん、いいっすね。ただ問題は味よ。ね、俺一昨日台湾から帰ってきたばっかりだから、そのね台湾帰りの俺にこの味は通じるのかっていうところがポイントですね。じゃあいただいてみましょう。いただきます。スーさん。うん。いただきます。うん。まず量なんですけど、量的にはかなり高めですね。割高ですね。600円でこの量、パークドリンクと考えてもちょっと高めです。で味なんですけど、午後の紅茶ロイヤルミルクティーの味がしますだね、うん、午後の紅茶ロイヤルミルクティーだね、完全に。いや、それが好きならいいんだけど、うん、台湾のウシランの全10泣いちゃうかって言われるとちょっと違うかなっていう感じがしますね。いや、これはこれでうまいよ。うん、うん、で甘さの量とか氷の量とかの調節もできないし、タピオカの量も決まってるみたいですね。でタピオカそのものに、味はないので、うん、黒糖タピオカっていう感じではなさそうです。まあでもユニバーサルスタジオの中で全10泣いちゃうが楽しめるっていう点は俺は評価します。はい、というわけで、コスパは悪いんですけど、パーク内で、全10泣いちゃう楽しみたいなって思う方はぜひ一度ぐらいは飲んでみてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。以上、ジェスターサヤでした。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。